ファンクでーす。外交使用会を訪れました。ここはね、1971年にできた外務省のね、公文書館です。そこへね、早速訪れてまいりました。突然ですが、ここでファンクイズ。このね、4種類のね、パスポートはね、どんな意味があるでしょうか。わかる人いる？ヒント欲しい。どうしようかな。 NO! もう、左の2つはわかるでしょう。左のね、2つはね、一般旅券、期間が違うだけ。一番左のこのやつが5年用と、赤いやつが10年用。左から3番目の緑のパスポートわかる？正解は公用旅券。国会議員やね、あと公務員、あとね、公的機関の職員とかがね、このパスポートを持ってるの。じゃあ一番右はわかるかな？このね、焦げ茶色のパスポートは外交旅券。皇族やね、総理大臣、衆議院議長とかね、あのね、参院議長、あとね、外交官とかもね、持ってるパスポートなのよ。全員わかったかな？あのね、わかんなかったらね、ちょっと今ファンクにお尻向けなさい。スパンキン、スパンキンしてやるから。ここはね、昔のね、資料とかね、あのね、外交書類とかも見えるんだけど、これすごいよ。あのね、明治とか大正のね、旅券のね、あの記録がね、もう鮮明に残ってんのよ。でね、個人情報がね、載ってるんで、あの、全部アップできませんでした。今回ね、ここへどうしても訪れたかった理由は、中国関係の資料をね、拝見することです。そのね、一部をね、抜粋してこれから読んでいきたいと思います。中国問題以上にわたる当時の実績と共産体制特有の厳格な統制によって中共政府の基礎は次第に強化されてきており、近い将来に内部崩壊の可能性を期待することはできないと見るべきであろう。地方国際面においては軍縮問題においても核実験禁止問題においても国際協定の有効な実施のためには中共を除外視することは不可能になってきており、仲間とするに好ましい相手でないことが分かっているにかかわらず、これを国際社会に今はね、公開されてるけど、当時のね、あの、国史資料とかも閲覧することができるんで、この先は実際にね、みんなが訪れて鑑賞してみてください。おすすめよ。